三河駅は、新潟県東蒲原郡阿賀町白崎にある、東日本旅客鉄道番越西線の駅である、単式ホーム一面一線を有する地上駅。かつては、島式ホーム一面二線だったが、駅舎寄りの旧一番線の線路は撤去された。ホーム上の待合室には、SL 番越物語号運転に合わせて、駅名標とベンチが設置された。かつては、 阿賀町が受託する簡易委託駅であったが、現在は新津駅管理の無人駅となっている。コンクリート造り一部2階建ての駅舎内にはトイレがある。JR 東日本によると、2000年度から2006年度の1日平均乗車人員の推移は以下の通りであった。三河駅前阿賀町内のバス路線図。時刻表は新潟交通観光バス津川エリアを参照。 最寄りの停留所は、駅前の三河駅前バス停になる。2019年4月1日現在、新潟交通観光バスにより、以下の路線が運転されている。また、この他に町による、福祉バスが、各方面から特定の曜日に1便ずつ、運行されており、当駅周辺の診療所へのアクセスが図られている。駅前すぐの国道十九号沿いのバス停からは、町、 東カバノ観光バスの運行する高速バス、阿賀町バスが発着し、新潟市内の病院等と結ばれる。ありがとうございます。